おはようございます。お疲れ様です。まあ今日なんですけれども、はい、俺らさ足場やっとるじゃん、はい、で結構さ俺ら足場やっとるってさそのリース材料借りるわけよ、はい、なかなかさ1年に1回しか使わないような材料とかってさ買ったらもったいないじゃん。あ、俺らもやっぱもう特殊な材料とかっていうのはさあんまりやっぱ全部が全部買ったりとかしないわけよ、はい、でそうなった時にやっぱりなんかその仲いい、まあ、リース会社とかにリースしに行ったりとかするんだけど、まあ、今日はそれでたまたまさ材料がちょこちょこあのねどこに余っとったもんで返しに行こうということで、まあ、僕が今日返しに行くんですけど、まあ、そのついでにぶらり旅さなんだぶらり旅と言ったらなんだけどそう、今このエアコンが効かないってなってねめちゃくちゃ暑いです。岐阜県まで行って岐阜行ったら次三重行くんで、はい、まあだら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 ちょっとトークしながら、はい、おふざけはなしでちょっとやっていけたらなと思います。もう汗がやべえもん今。暑いよなこれで、窓開けたらね窓の風の音が聞こえるしさ、はい、たまんねえぜ。でも今日なんだけど岐阜行くのはさ岐阜そのゲート、はい、ゲートっていうなんて言ったらいいんだろうな、よく工事現場とかにさ、はい、こういうなんか斜めの網のさゲートがある、これジャラ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 って下にキャスターがついとって、そのゲート結構さ新築の現場とかやると2、3個使うわけよ。でそれが例えば6個動いとるとしたらさ18個とかさ、はい、20個ぐらい毎月使っとるもんで、はい、そうだね、そこは20個も買うわけにもいかんじゃん。はいはい、そうそう、まあ、まあ俺だってねそこまで仕事って来れてないからさそんなに買ったら怒られちゃうじゃんねえ。ちょっと待って、今これ風大丈夫でしょ。めちゃくちゃ涼しいよめちゃくちゃ涼しい。なかなかないよね。だからなかなか見る機会ってないじゃん、リース屋さんとかさ。そういうのがあるのしかしたらでしょう、はい、で結構だね、ただでもリース屋さんって言っても個人のお客さんには貸せれるんだよね。あ、やっぱりその信用みたいな。そうそう、信用とかさ、お金借りるのもそうじゃん、信用がいるわけじゃん、はい、あなたじゃあね、1年間ね、じゃあ年収いくらもらってますか、で、それに対してお金も借りれるわけじゃん、はい、材料も一緒で、やっぱり買ったら例えば10万円するものを貸したら、ね、例えばじゃあ1000円2000円とかで貸さなあかんわけよ、はい、それをまあ何回も何回も貸して材料代ペイして利益を得るっていうやつだもんさ、リース屋さんっていうのは。だからその例えばじゃあ信用、例えばね会社を作って、はい、まあ何も別に実績がないのに貸してくださいってやっても貸してくれんわけよ。そうそう、だもんで俺なんか思うんだけど、その個人でやるより逆にも会社にして作っちゃって法人でやっぱりちょこちょこやっとった方のが、はい、実績も残るから、あ、そっちの方が俺いいと思うんだよね。やるなら本当にもう今後じゃあやっぱね、どでかくまあリース屋で材料も借りて、まあ、でっかく足場やりたいっていうのがあれば、はい、やっぱみんなそういうとこから始めてくんじゃないかなと思う。なんかやっぱいきなりさその足場屋さんとかでもさ材料買うのって無理じゃん。結構するんですよね。そう、サブロク1本でもだってね、何パーセントで買ってるか分からんけどさ、定価が1万円だから。あ、1本1万する。で1本1万のまあ何掛けじゃん、戸建てでもさ、もうほんとざっと計算でね、ほんとサブロク大体まあ60本使えますってなったらさ、それだけで 30% とかあったとしてもね、普通に3000円だぞ、はい、3000円のサブロク18で18万円じゃん、まず、はい、まずあサブロクだけで18万円だよ。ああ買ったら、はい、そうで大体リースだと、まあ、2万から3万ぐらい、だけど実績がなかったらリースもできないわけじゃん、はい、ってことは買うしかないわけよ。あ、そうなると、あ、だってそしたら18万円1等分でね、約だって本当に5、60万ぐらい飛んでいくんじゃない、材料全部細かいのも全部合わせたら、買ってやったらそんなかかるんですね。そうで、それじゃ無理じゃなくてさ、1件分しかないんだよ、毎日仕事がないんだよ。ああ、確かに。でしょう、はい、それをじゃあ30件分揃えますってなったら5、60万の30件分だもんで、1500万。それは無理じゃん。ほんと宝くじでもあったら俺もやるかもしれない、普通に宝くじでもあったら普通に材料買って自分であの足場を作るかもしれない。作るんですか、うん、
そうだね、まあ、リースって、まあ、よし悪しがあるよね、どこまで行ってもさ、はい、やっぱり毎回使うやつだったら買った方がいいし、はい、だけどお金がないと買えないし、まあ、そこってなんか難しいじゃん、やっぱ会社のさ経営状態にもよるしさ、そうですね、ね、まあどんだけ体力があるかにもよるし、はい、ちょ今ちょっと気になったんですけど、あん、その実績作るのはどうやってすればいいんですか、そのもうないじゃないですか、実際もうん、実際もないこうやってあの書けるもしないのに、うん、どうやって作るんですか、で、そういう時はもうゼッゼッゼッじゃなくて、まあ実績言ったでいろいろ、そんないろいろあるわけじゃん、例えば会社作って、じゃあ別にさ材料なくてやれんくてもさ手間受けっていう方法もあるわけよ、あ材料を、じゃあお前なんていう名前だったっけ、普通に伊藤です、あの伊藤くん、伊藤くんに、伊藤くんにじゃあちょっとこの足場一軒やってくれっつって、でも僕材料持ってないんですよ、じゃあいいよ、うちから貸してあげるから、その分じゃあ材料代で引かせてねっつって、はい、でもさそれってさ個人でやっとったらさ何も残らないわけじゃん、それ自分の給、あの、あれには入るかもしれない、口座には、ああ、寺道施工サービスから100万円の入金がありましたって、はい、だけど会社にしとったらさそれがさ売り上げになるわけじゃん、はい、この月にじゃあ500万円売り上げて、はい、経費がこんだけかかって利益こんだけですっていう、はい、会社にしたらそれが残るわけじゃん、はい、どうしたん、その毎年あれやる、その決算があるわけだからさ、はい、そうだって個人だと基本的には何も残らないわけやんね、はい、まあ残そうとも残せれるけど、はい、確定申告やって、はい、で結局まあその前の月、まあ、今月まあこんだけとか、まあいろいろ決算上でも出せると思うんだけど、はい、その実績がなくても別にやれることはいくらでもあると思うよ俺は、あでその今何もない状態でもね、とりあえず会社作ってそれさえ残しときゃ、体と道具があれば、体と道具、あとは夢と希望と気持ち、ここや、ここや、借りるリスクみたいなのがあるんですか、リスク、例えば、うん、壊しちゃったとか、うん、盗まれちゃいましたみたいな、うん、なんかそういう、いやそれはないよね、でもそれって車の保険とかはあるじゃん、なんかレンタカーでさ車借りてさ、で、なんていうの、例えばじゃあぶつけましたって最初に保険入っとったら、はい、まあ限度額がまあこんだけ払ってくれたら直しますよみたいなあるじゃん、はい、例えば廃車になったとしてだよ、普通に、はい、バーンって廃車になってもさ一応保険入っとるじゃん、なんか、はい、ねえ、じゃあ全部だって買うわけじゃないじゃん、あれも、はい、そういう保険っていうのはない、あ、ないんですか、足場の場合、壊したらその部分全部払わなあかんし、滅失とか紛失で流すね、例えばじゃあちょっと壊したら、はい、損失かな、なんかで直すお金とかも全部そういうのも取られる、ちょっとが曲がったりとかさ、シートに穴が開いたら、あ、すごい、そう全部取られる、それはだってリスクっていうより、はい、まあきちっと使っとけば別にそんな風にならんじゃん、はい、それっていうのは、だからそこら辺じゃないかな、やっぱり、であと解体現場には向いてない、解体現場絶対やめた方がいい、解体現場ってくちゃくちゃになるんだわ、はい、解体現場と新築、はい、新築はリース代自体は絶対やめた方がいいね、だって俺思うんだけど本当にまあほんとまあこれからまあ新築やりたいとか言っても、はい、まあ、自社の材料あるんだったら自社の材料でとりあえずも回収からやっていくしかないよね、新築って寝かせる時間も長いしさ、はい、回収だったらその回す回転率が早いから、はい、基本的にだいたいまあ塗装シーリングぐらいじゃん、はい、だいたい2週間ぐらいかな、だいたい2週間ぐらいで材料回転するもんで、はい、そうそう、やるんだったら回収がいいで、そこからまたちょっと大きくなってったらどんどん新築とかにさ手出していけばいいと思うんだけど、はい、そう、借りた材料で絶対新築をやったらかんね、しゃあもう着くな、まあそんな感じ、まあ今日まあ材料の、まあ、リースとかまあそういうのについて、でもリースって別にさなんか、まあ、みんなが思うようにだったら買いやいいじゃんとかってみんなたまに俺言われるけどさ、いや別にそうなんかそこまで使わん材料だったら別に買う必要もないし、うん、今後の別にねその会社のこと考えたら買った方がいいよって言うけど普通に、いやそうでもないでしょみたいな、でもだって今回じゃあ1回使ってね、じゃあ来年再来年ももし1回も使わんかったとしたら逆にもったいないからね、だってそこで例えばさ
ドバもそうじゃん。ドバでその材料がそこで取られとんねん、面積をね。はい、したらドバの例えばじゃあさ、家賃代もさ、結局はその分、例えば平米で割ったりしたらさ、もったいねえじゃん、その分。その分そこの面積を、金払っとるってことだもんな、賃貸である人のもんで。だから別に一概に買うのがいいってことじゃないと思うよね。だからリースってまあその時と場合だよね、本当に。終わりやね、これで、はい、なで俺さ、なんかそのリースしてさ、俺材料を返すのとかさ、借りるのだってさ、はい、俺めちゃくちゃ思うことがあるんよ、はい、借りに行ったりとか返しに行った時にさ、はい、トラックから出てこいんやつとかあるの。俺出てったじゃん今、はいはい、出てってさ、そのトラック2台さ、切ったじゃん、煽り切ってさ、はい、で、その手伝っとったやん、はい、俺なんか、あれがなんか普通、本来なんか普通かなと思う。なんかやっぱこっちも早く返し早く帰りたいし、向こうも早く下ろして早く仕事したいしっていう、はい、まあそれも仕事だと思うけど、はい、でも俺たまにさ見に行ったりとかさ、見に行くっていうかさ、材料とか取りに行ったりとかするとさ、はい、もうボケーっともうずっと携帯ばっかりいじってさ、はい、なんかトラックの中乗ってるやつおるよ。あいつそういうやつ見る出入り腹立つな。俺なんかじゃあお前やれやつ、なんか出入り腹立つ。ごん俺なんかそうやと思うよ。なんかやっぱ借りに来とるじゃないもんね、普通に借りさせてもらってるだし、向こうも借りてもらってるじゃん、はい、だからお互いいい関係じゃないとさ、はい、じゃあもういい、あいつが来たらいいや、もうとりあえず待たしときゃいいやってなっても嫌じゃんだってさ、はい、とりあえずじゃあ材料借りに行ってさ、とりあえず早くパッて材料もらって次の現場行きたいのにとか言っていう時でもさ、はい、まあいいや、あそこの会社だろう、まあええわって思われたくないでしょ、俺もね、はい、まあそれはやっぱね、なんかやっぱその借りるのにあたって、まあやっぱお互い協力してきたよね。そうそう、やっぱり客とはいえ、人と人です。そうそう、人と人。おお、いいこと言うやん。まあそんな感じかな、今日は。なのでまた、ちょっと今日の動画いいねと思ったら、本当にコメントとね、マジでチャンネル登録と、まあいいねも絶対やん。はい、ぜひよろしくお願いします。お願いします。ではまた見てね。何が何がちょっと適当すぎた。